はい、皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日はスネアドラムの叩き比べをやってみたいと思います。今から紹介しますけど、スネアドラムって、まあ、言ったら、小太鼓のことなんですけど、まあ、ドラムの中ではハイハットの次に叩く回数が多いので、こだわりを持って、機材選びをしているドラマーさんも非常に多いと思います。ただ最初に言っちゃいますけど、詳しい人以外の方にこれがどうだこれがどうだって言ってもほとんどわからないと思います。まあ、似たような音が出るっちゃ出るんですけど、サイズっていうか、まあ口径はほぼ一緒なんですけど、深さが違かったり、そのものの素材材質ですよね。木製なのか金属製なのか、その、まあ、金属製であれば、鉄でできてるのか真鍮でできてるのか銅でできてるのかっていろいろあるんですよ。アルミニウムなんかもありますし、なのでもうこれはもう大変です。で、私もスネアドラムそのものは20台ぐらいあります。今20台ぐらいあるんですけど、今日はとりあえずその全部は持ってくるのもちょっと大変なので、このレコーディ、この後レコーディングもやりますので、とりあえず何だ2、4、6、8、9台ですね。9台ですね。9台持ってきましたので、どんな音が出るのかっていうのをやってみたいと思います。で、そこでちょっと問題になってくるのが、ミキサー通しちゃうと一緒です。ミキサー通したりコンプレッサーなんかかけちゃったりすると、2万円のスネアと20万円のスネア、果たしてどういう違いが出るかっていうのは分かんないです。もう同じ音になっちゃいますんで、まあ同じ音っていうか、そのミキサーでいくらでも、ね、調節ができてしまいますので、今日は原音で、ですね、ちょっと待ってください。私がよく、まあ、ドラムの音取りでは使わないんですけど、その他のいろいろ音を取ったりするときに使う、タスカムのハンディレコーダー、これで収音したいと思います、ね。これでレコーディングして、で、イコライジングは一切しません。もちろん、なんてコンプレッサー通したりとかそういうこともやりませんので、生音のままです。生音のまま撮っていきたいと思います。で、まずドラム紹介しましょう。ドラムっていうかスネアドラムですね。はい。今日これ外した方がいいかな。ちょっと外しますね。これが私が今日持ってきたスネアドラムの一部なんですけど、まずこっちからいきますか。これがですね、パールの、メイプルです。メイプルシェルの深さが8インチ。あ、今日持ってきたやつは全部口径は14インチです。これがメイプルの8、ん?違うな、これ。あ、そうですね。メイプルで深さが8。これほとんど使わないです。まあ言ったら千人ロックで使うぐらいですね。ちょっと爆音というか音がでかいのであまり使わないですね。邪魔しちゃうので。野外とか本当にライブでガンガンやるときはこれ持ってきたりしますけど。次、これ。これがですね、Dドラムのスチールスネアです。これは深さが6半ですね。6半です。で、これが今日持ってきた中で一番金額も高いやつで、で重さもこれ10キロあるんです。これがパールの、あれですね、リファレンスシリーズの、ちょっと画像をこっちにお見せしましょう。これ、以前撮影したやつなんですけど、真鍮なんです。ただ厚さが3ミリもある一枚板みたいなやつなんですけど、これはすごいですね、厚さが。まあ、音もすごいです。で、これも真鍮なんです。これパールの、センシトーンですね。これは深さが5インチですね。これメーペックスの。これメープル。これもまあまあよく使いますね。で、私が一番使うのがこれです。メイペックスのブラスシェルです。6半。
ほとんどの、今 YouTube でアップしてる叩いてみた関係のレコーディングで参加してもらってます。そしてこれ、これがタマの銅ですね、銅6半、あ、これいくつだっけな、これは、あ、5インチですね。これあんまり使わないですね、このやつ。あんまり使わないですけど、これを前使ってたんですけど、これパールのメイプル6半です。これはほとんど出番がないです。なぜかというと、叩いてるうちにネジが緩んじゃうんですね、このやつ。なぜか知らないですけど、なんか緩むんですよね。しまいにはこのボルトが2、3本落ちてるなんていう時がありますんで。これまあまあ使います。これピッコロスネアですね。材質はあれです。真鍮ですね。真鍮結構多いですね。私真鍮結構好きなので、真鍮だけで1、2、3、4台ですか。あと、家にあるやつなんか入れると多分5、6台あると思います。じゃあ、今からサウンドチェックをしていきたいと思います。ドラムヘッドはちょっと見えますでしょうか。一応ですね、これ全部同じヘッドなんです。ヘッドが違うと、ただこのやつだけ、メーペックスのこれだけピンストライプなんですね。これはちょっとご了承ください。これ以外は全部ベモの CS コーテッドです。私は、基本的にスネアドラムのヘッドは CS コーテッドしか使えません。ちょっと在庫がなくなっちゃったんです。このやつも張り替えしようと思ったんですけど、あったと思ったら在庫はなかったので、ちょっとこのスネアドラムだけ音が変わると思うんですけど、比較動画作るときにドラムヘッドが違うと音全然変わっちゃいます。例えば、私は今回はもう CS コーテッド、レモンの。なんですけど、アクエリアンとかものすごく分厚いやつがあるんです。私前使ってたんですけど、今はもう全然使わないです。もうそれこそプラスチックみたいな、プラスチックの板みたいなヘッドがあるんですけど、そういうヘッド貼っちゃうと、全然音が変わっちゃいますんで、今日はほぼ同じヘッドで、やっていきたいと思います。それではやってみましょう。